ぐらいですね。え、その友達とか周りの人がちょっとお前生えてきたんだねみたいな感じになったってことですよね。いや、もうそうですね。生えてきたというか、もうスピンテストに触れなくなったぐらいの。はい、ああ、なるほどね。それそう聞こえたらなんか悪い感じかもしれないですけど、まあちょっと変な話かもしれないですけど、はい、ワカメおにぎり的なものを食べたりとか、食べたら、マジなのみたいな。ワカメおにぎりってそういう気にしてるのみたいな。そういう気にしてるのくらいの、もうただ過ぎて買ってくのに、こう、ただそれをもう、取ろうとしたものだって、ね、もうそれに対して取れないとか。うまいこと言いましたね。